女優の小泉今日子52が22日ツイッターを更新し、政府が全世帯に配布する布マスクに不良品が見つかっている問題に言及した。代表取締役の小泉今日子がつぶやきますと、している制作会社株式会社明後日の公式ツイッターに投稿。マスクにカビの付着などが見つかったことを報じた記事を貼り付け、人間だから間違いや失敗は誰にでもあるだろう。一生懸命やった結果だったら人はいつか許してくれるかもしれない。でも、汚らしい嘘やズルは絶対に許されないと指摘。続けて、カビだらけのマスクは、その汚らしさを具現化したように見えて、仕方がないと綴っていた。